おはようございます。今日はまた2時から仕事があるので、頑張りたいと思います。今の時刻は11時4分です。12時50分ぐらいには出ようと思うので支度しようと思います。こちらです。スタビジズル、読めないんですけど、あ、スマホ、ジンバブル、スタビ、ライ？あ、ちょっとこういうものです。はい、ということで、今からまた、向かいたいと思います。それで、はい、ということで、今、練習場着きました。今1時40分頃なので、また2時10分ぐらいに、幼稚園生の部があると思います。ちょっと雨が降りそうなので、今日ちょっとどうなるかわかんないんですが、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、で着いたので、今から YouTube の動画を作りたいと思います。本当だ、全部ポケモンじゃん。ポケモン。あ、でもこれサッカーじゃん。モンティーヨ山が。あとサンフレッチェ広島で。サンフレッチェ。ちょっと待って。はい。あれじゃん、雨だって。雨って。いい声、グッド。ホームラン。ホームラン。ホームランです。いっちゃん。また止めてくれるか。止めて。はい、今一応休憩入りました。また昨日とちょっと一緒で YouTube の編集してます。また時間が経ったら、6年生の456の、練習をまた参加してると思います。ということで今、終わりました。今日時刻は9時半です。まあ練習終わって、まあ掃除とか、あとは明日の準備、今日は荷物多くて、明日の、まあ、試合の準備とか、あと明日は1年生が、カップ戦あったりするので、そのトロフィーの準備とかしていました。まあ今日の1日は多分これで終わりかなと。おはようございます。ちょっと今日あと30分ぐらいで家出るんですけど、今日は2345の、練習試合があるので、そこにちょっと帯同しようかなと思います。で、午前中がまあそれで、で午後から1年生のカップ戦があるので、そっちのお手伝いをしに行こうと思います。ちょっともう急ぎなのですぐに行きます。それでは、はい、ということで、今から練習試合の会場に行きたいと思います。ちょっと雨やんでよかった。よし、行くぞ。今会場に着いて、
たいと思います。ちょっと今日動画撮れるかわかんないんですけど、撮れた時は撮りたいと思います。 GO。 やっと今着いて歩いてます。何人かちょっと荷物持ってもらったね。おはよう。とりあえず5。練習試合終わって、今から1年生の大会があるのでそっちに向かいたいと思います。それでは GO。 違いだと思うな、コーチは。何したかったの？ 1 位取りたかったの？ 1 位取るために何したの？本気でやったか？本気でやったら多分今ヘトヘトで動けねえ。本気でやったら応援なんかできない。まだ足りないんじゃん。上手、何回も言って、いつも練習見て上手、めちゃくちゃ上手。でも弱い。だって優勝したいんだよな。全力でやらないと、どのチームよりも。今日来て1試合目より2試合目の方が上手くなってるわけないじゃん。それは今までの積み重ねだから、昨日やった分、一昨日やった分、その前やった分が今日出てる。ということは今結果が出てないってことは今まで全然頑張れてないんだよ。もっと頑張んなきゃいけないんだ。もっと頑張んなきゃ1位までたどり着かないんだ。1位取ったやつはもっと頑張ってんだ。もっと強く勝ち負けにこだわりながら、負けてヘラヘラしてやらない。そこの最後のとこが多分違うんだと思う。最後スライディングしたり体張ったり、ボール怖がんなかったり、一生懸命走ったり、そこだと思う。やればできるのに、どうしても逃げちゃう。楽しい楽しいとふざけるは違う。ふざけてるから勝てないんだ。本気でやればめちゃくちゃ楽しいぞ、サッカーなんて。緊張したとかね、ちょっと怖かったなとかいろいろあると思う。それも経験。じゃあ次やったわけ、絶対負けないようにしようよ。次の試合、その次の試合絶対負けない、絶対に。負けていい試合なんか一つもないから、一つもないよ。じゃんけんですらない、一つもないから。負けから何か教えてもらうこといっぱい、あ、今日悔しかったなと思ってんじゃん。でも負けていい試合なんか一つもない、あ、負けてよかったななんか一つもないから、一つもないから、この世の中に負けていい試合なんか。結果的にね、あ、この試合が負けて今があったら言えればいいんだ。今日負けてめちゃくちゃ悔しい、じゃあもう明日から俺めちゃくちゃ頑張る。じゃあ負けてよかったかもしれないね。それはでも負けて上手くなることじゃない。負けて上手くなるとしたら明日から頑張る。だからこんなに一人でもこの中でそういう選手が次出てきてくれて、お前ら負けたんだぞ、なんでいつまでヘラヘラしてんの、いう選手がこの中から一人でも出てきたらこのチームは絶対に変わる。悪い。
はい、ということで今やっと帰ってきました。で今から動画の編集をまたしたいと思います。まあ今日内容としてはまあ午前中に、2,3,4,5 と、少し練習試合練習してから、練習試合のさせてもらって、やっぱどうしてもまあ広くコートは使えているけど、やっぱ最後のその戦う、まあ、足を伸ばせるっていうところで言うとまだまだ足りない部分があるのかなと思うので、やっぱりサッカー、まあ何にしろやっぱ戦うスポーツではある程度やっぱり大人として戦えないと、私もやっぱ勝てない、ね、試合も勝てなかったりするとは思うので、まあ、できるだけ、まあ、ボールに触れて絶対ボールに取られないとか、まあ、それ強い気持ちが絶対大丈夫だと思うので、自分もまあ鼓舞していけたらなと思います。まあ、逆に1年生もね今日カップ戦があって、でやっぱりいろいろとやっぱそのメンタル面というか、その戦う気持ち、まあ、戦うっていうところでまだまだやっぱり最後まで戦いきれてなかったりとかしてるので、まあそこをねやっぱそのコーチ陣だったりとか、まあ、そういうところでしっかりと、まあ、鼓舞できるように僕自身も、みんなに伝えれたらと思います。練習していきます。やっと練習終わりました。本当は5日間のルーティンとかにしようかなと思ったんですけど、割とカットするのがめちゃめちゃ大変で、なので今日は金曜日と土曜日、今日土曜日なんですけど、その動画2つ今編集今日できたのでアップしようかなと思います。まあ、ぜひ最後まで見てくれた方にはグッドボタンよろしくお願いいたします。それではもう夜遅い